ちにさせちゃうぞ、ゆきりんこと柏木由紀です。さあ今日はですね、ベストアーティスト生放送だったんですけども、今回の AKB のシングルネモハモルーマーの誰がどんな子なのか、名前が何だろうっていう方の結構コメントにもいただいてたので、今日はネモハモルーマーの選抜メンバーをこのゆきりんワールドで紹介したいと思います。ぜひぜひ好きなメンバー、気になるメンバー見つけていただけると嬉しいなと思います。名前を教えてください。 AKB48 チーム A の千葉エリーです。エリーちゃん、お願いします。はい、ツインテールがいつもねやってて、はい、あとはルーマーで結構いろいろやってるよね。ハートやったり。そうですね、結構いろんなことやってるんですけど、今日は珍しく大きくちょっと抜かれるので、ちょっとあ、引きエリー、はい、あの西川レイちゃんと2人で抜かれるので、結構流行りのポーズとか昨日考えたので、ベストアーティストは、ね、はい、っていう感じです。エリーちゃん、激化は覚えてください。年齢差何歳？18歳です。羊年？声が声なんか一回り？やばい。こんな時代に来たんですね。一回り離れてます。結構ゆきりんさんの YouTube で見つけてくださる方が多くて。え、本当？前のやつ？あ、それは良かった。貢献できてる。ありがとうございます。お願いします。お願いします。AKB48 チーム A とチーム42大西桃佳です。大西桃佳ちゃんです。桃佳ちゃんはこれがあるんですよ。はい。こちらです。ネモハモルーマーで黒マスクで話題のはい、私はなんか友達に黒マスクの子はなんで黒マスクをつけてるのってよく聞かれるんだけど、はい、秋元さんが決めたんだよね。そうですね、秋元康さんと磯野忍さんがマスクを一緒に入れたいということで、うんうんうん、秋元康先生が、うん、大西なら喜んでやりそうじゃない実際どうなの実際ドンピシャで好みなのでめちゃめちゃ嬉しくツイッターとかでもマスクのってめっちゃなるもんね。そうですね、黒マスクイコール大西桃佳ちゃん覚えてください。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。 AKB48 チーム4村山ゆいりです。よろしくお願いします。ゆいり来ました、はい、私たちはね、あの MBS ラジオのあっぱれやってますっていうラジオの私が担当してたのを、はい、やらせていただいてます。大変ですねあれめちゃくちゃ大変だわ。超心配なのさ、ゆいり、そう、下ネタをどううまく対応していくかっていうのすごい勉強になってる勉強しなくていいよゆいりはね、もう本当にダンスが上手で、いい、いい、腹筋もバキバキですし、ぜひサブラインをサスケでしょ。いや大ボケやめてよサスケも出ますんで見てください。ぜひぜひ見てください。ゆいりお願いします。お願いします。トムです。トムです。毎日天気をツイッターに書いてます。メモに？さ、アベマに。アベマ TV で天気もやってて、はい、あと何いっぱいやってるよね、いろいろ。B の資格取ったりとか。すごい。なんかそう、天気とお金に強い。はい、こんなメンバーいないですよ。覚えてください。でも選抜の中だとね、ゆきりんさんの次にもうあの横山さん辞めたになっちゃう。そう。大人組なんで大人組の形っぽいよこれやっぱね、こうやって隠されちゃうのよ。だからこういう人もいるじゃんみんなね。確かにこういうのがだんだんついてくるから年が近いとか衣装の形が似てくる。なるほど、若い子とかけ離れてくる。そうなんですよ。トムです。頑張りますよ。覚えてください。はい、いつもハイタッチしてますね。そういう、あ、そう、心も、体もここでイエー、体もってやってきてるサビに向けてちょっと後ろの方だけどぜひ見つけてみてください。おかべりんちゃんでーす。おかべりんでーす。立ち位置隣だよね、サビ。お隣さんです。そう、私たちはなんといってもあの感想の中が、あ、そう、サットでね、このところ1,2,3,4,5,6,7,8 この中で一緒に声を出してそう、ゆきりんさんの声を頼りに私たちは揃えてるので、バンで合わせる。そう、なんかあと入れ替えもめっちゃあるよね、2人。結構移動が、信頼がないとここはちょっとぶつかってしまうから。そうそうそう、相当やってるんですよ、はい、今日もやってきますよ。あ、今日は 1.5 倍速だから今日もよろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、おんちゃんでーす。おんちゃんでーす。めっちゃ可愛い。なんかベストヒット歌謡祭でツインテールを久しぶりにしたら、うん、なんかしのぶさんがツインで行こう、うん、あ、行こうで今日もまたツイン。そうなんです。だから本当に私ツイン用の髪飾りなんてもらったこと多分ないんですけど、初めて
になりました。総監督やらせてもらってます。新芽、新芽だよね。あ、そうです。左右対称でね、いっつも番号教えてもらって何番だっけって。 2.5 ですよ。これは2です。2で2.5 に行って2.5行ってヘイユ3で戻ってきたら 2.5 頼りになりますっていう感じです。総監督です、お願いします。イエイ。さとねでーす。さとねでーす。同じチーム。はい、チーム B です。チーム B で可愛いね、珍しい髪型。あ、うん、私はね、さとねこうやって上げてるの好きなんで。そうなんですよ。すごい連絡を取るんですか。私よくツインテールとかしてたんですけど、ある日突然ゆきりんさんから連絡が来て、こういう髪型似合うんじゃないみたいな。買ってファン。この髪型が可愛いって。可愛いって言ってくださって、っしのぶさんもどうって言ってくださって、こういうのしました。めちゃくちゃ可愛い。あの同じ服のメーカー好きなんだよね。めっちゃ服被るの。昔なんかメイクポーチお揃いでしたよね。キキララの。キキララの。なんか私が中学校ぐらいの時にお揃いでした。そう、多分趣味が合う、意外と。大体持ってます。すいません、本当に可愛いさとねちゃん、お願いします。なんか刺された。まだまだ若い雪に。まだまだ若い雪。大丈夫ですよ。ありがとう。大丈夫ですよ。おもろ、おもろい。ありがとう。はい、ありがとう。慰めてもらいました。おめぐでーす。谷口めぐでーす。同じチーム。同じです。ヤッホーサッホーチーム B の。それ言ってんのめぐだけなのよ。いや、でも最近まほみも言ってくれます。そうなんだ、はい、でもちょっとね、私ばっかりなっちゃってるんですけど。面白い。メグはそんなもん、ビジュアルだと本当にさ、なんか綺麗な美人なお姉さん。ありがとうございます。喋ったらもうふわーん。それが可愛いね。ありがとう。いつも明るくて。明るいですかね。めっちゃ明るい。よかった。すごい、ずっと喋ってるな。そう、ずっと喋っちゃうんですよね。めちゃくちゃ明るい。ルーマーの中のポイントある？自分的ポイント。自分的ポイント、あ、でもなんかなし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 のところで、結構みんないろんなメンバーが自分の個性を出してるんですけど。そう、好きな何でもやっていいんじゃない。はい、で私一番後ろの後列なので、うん、なるべく高めになんかなしなししようって思って。なるほどね。なんかずっとなしなしなんかこういう一人でずっと後ろの端っこで頑張って個性出してるので。なるほどね。でもちょっとこれをやってるメンバーを見つけてください。見てください。ぜひお願いします。はい、お願いします。かわれいです。お願いします。めちゃくちゃダンスが上手。すごい。ゆきにんさんの YouTube に名前出していただいて、うん、そう、もうこのサビのこれがもうれいちゃん本当にすごい。多分私の倍ぐらい上がってるらしい。ファンの人からの反響もすごくて、もうプレッシャーすごいですよ毎回。え、あげなきゃと思って。めっちゃすごいの。れいちゃんのやつを見て、あ、このぐらいやんなきゃいけないんだ。気づいたんだけど、やっぱさ、若い子にはリボンとかついてる。確かに。可愛いですか？いや、ネックレス。本当だ、本当だ。すごい大人にされてる。何歳？18歳です。え、羊の子？羊の子です。出た。出た、一回り。リボンちょうだい。可愛い。姉ちゃんのダンス、ウィッチウェイ。ウィッチウェイ。上手なんで。頑張ってます。ぜひぜひ。はい。注目してください。はい。ゆいゆいちゃんです。はい、小栗ゆいです。はい、ゆいゆい元気？元気ですよ。ゆきりんワールドさん見てますよ。ゆきりんワールドさん出た。何でもさんつけてるだから。そう、ファンは大事です。ファンは大事らしいです。ゆきりんワールドさんを見てて、私も何度か2人に対して嬉しいです。 YouTube デビューできて。あー、かわいい。あれ、小栗ちゃん写真集見てみて。あ、宣伝しといた方がいい。ですか、うん、2022年、うん、あ、来年なんだ。1月28日、うん、合ってる。1月28日発売日間違えました。何日でしたか？2022年の1月18日です。10日も遅くお知らせしてる。18です。18日です。はい、お願いします。帯とか楽しみだね。はい、そうなんです。どこで撮ったの？沖縄で撮ったんですけど。一緒だ。あ、一緒ですか？私も沖縄で撮った。初水着。水着の初お風呂。初お風呂。やばー。初お風呂だって。入りました。10冊買ってください。ありがとうございます。よろしく。見てねー。はい、なるちゃんです。どうも、なるちゃんです。なるちゃんです。倉藤なるみです。あの、ヤマハモルーマで、はい、前のね、セーフィーショーの時はよくバケハ
かけ派かぶってました。じゃあダンスが上手い、なるちゃん。なるでもあのなるティーちゃん、なるティーちゃん、あ、そう、なるティーちゃん。もうレモンブルーはお世話になったなるティーちゃんなので教えさせて、うん、光栄です。私いやもうダンスの絶大なる信頼を。フルの時はさ、2コラス目でめっちゃ真ん中に、はい、こうやって出てくるんで、めちゃくちゃかっこいい、はい、ツイッター見てたらその2番の出てくるバケハの子がダンスうまいってよく出てくる、うん、嬉しい。なるちゃんですので、どうぞ宣伝して、はい、宣伝の場なんですか。みんな宣伝してくる。ゆいゆいから宣伝の場になった。公開日決まってないんですけど、来年ですね、公開の映画がありますので、あのぜひツイートとかすると思うのでチェックしていただけたらなと思います。すごいじゃん、映画なんか私15年で1回も出たことない。え、本当ですか、羨ましい。じゃあぜひゆきさんに映画をお願いします。誰かゆきさんが言ってくれた。お願いします、お願いします、お願いします。下尾ちゃんです。はい、どうも下尾です。あれ、なんか私なんとかって呼び名決めたよね。みゆって呼んで、あ、そうだ、みゆって呼ぶって決めた。でも一回も呼ばれてないです。みゆって横山ゆいちゃんがみゆって呼んでて、 それが顔が可愛いなと思って、はい、みゆちゃんもダンス上手で、はい、私の斜め前にいていつも視界に見えてる、上手な、ダンス上手で頑張ります。これからも私の中ではもうやっぱレッスン遅刻したおっぱいですから、ね、やっぱレッスン遅刻して堂々と入ってくるの、ね、やっぱそこでいいなと思って、そっから仲良くなったんだね。そっからお話しするようになりました。第一週だから遅刻したでしょ。だよ、違う、もう分かるから、遅刻した時気持ちがこれだと思って、遅刻というやっぱ共通点を見つけた。でもそっからないもんね。そっからないですね。ない、ない、本当に、うん、ない。勉強したいんですよ。そう、できる曲というか、あるよねっていう。そう、先輩が来てたということで、次からちゃんと来たい。みゆです、はい、お願いします。ゆきりんさん。あ、なに横ゆいでーす。どうも、横山ゆいでーす。また髪の色変わったんだね。変わりました。かわいい、紫になりました。横ゆいはもう卒業予定があって、はい、でももうこの曲でね、この曲といえばやっぱもう横ゆいのダンスが大爆発してて、いつもはね、ここにはい、ヘアバンド巻いてるんですけど、新章ではすごいピンがいっぱい付いてる。すごい、かわいい。ピアスとかもいっぱい、すごいね、いっぱい弾けました。すごい、可愛い、個性大爆発。なんか多分両極端にいそう。確かに。斜め前に横ゆがいるから。うん、そうですよね。もうすごい、見ちゃう、たまに本番の。めちゃくちゃもうメンバーにすごいいい影響を。女優に。舞台を中心に頑張っていきたいと思っております。1月、あ、いいですか。あ、いいですよ、ね、自分から言う人初めてだったんですよ。どうぞ。1月7日から紀ノ国屋サザンシアターでフランケンシュタインという、舞台をやることが決まりました、ぜひ皆さんチェックしてください。正月休みなさそうないかもしれないですね。頑張ってね。はい、頑張ります。見に行ってください。ズッキーでーす。こんにちは、ズッキーこと山内みずきです。ズッキーはさ、あのさ、ナッシンナッシンの時いつもやってるよね。失礼、ありがとう。そうなんです、1秒なんですけど、すごい詰め決めました。いつもポニーテールでね。そうなんです。すごいダンスのこと書かれてるよね、よくやっぱ、うん、YouTube の動画のコメントとか。大会、大会呼ばれちゃいました。あっという間。ちょっとズッキーのことなんかいいのありますか。今日はベレー帽なんですけど。確かにベレー帽、そう、見つけてもらえるように頑張ります。見つけてください、ぜひ。ひーちゃんです。こんにちは。はーい。もうね、ひーちゃんが本当今回の曲は全部まとめてくれてます。本当にそんなことないです。本当にちゃんと映像を撮ってね、いやいや、こう巻き戻して、いや、いつも YouTube 見てます。あ、いやいや、嬉しい。いや、本当に TikTok 見てるよ。あ、そうですか。めっちゃ見てる。ヨーグルト作ってる。あ、ヨーグルト。めっちゃ可愛い。全部見てる。可愛い。本当にね。ありがとうございます。ひーちゃんが、ね、来たおかげで、私は本当にやる気を出した。本当ですか。今までやる気。いや、なんかバレてなかったんだけど、ひーちゃんにバレちゃうから。いやいやいや。はい、今日はですね、カチューシャもこのニーハイソックスも揃えたんですよ。そうなの。なんかひーちゃんと私だけって衣装さんに言われて。そうなんです。嬉しいです。自分に喜んでました。嬉しい。かわいい。ぜひぜひ、今後とも AKB をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ひーちゃんでした。はい、また出ます。嬉しい。嬉しい。はい、大センター、岡田奈々ちゃんです。ありがとうございます。どうも。レモハモルーマーのセンターをね、務めています。ありがとうございます。新衣装は
そう、一人だけあれなんだよね。一人だけ長ズボンで、しかもなんか今日気づいたんですけど、みんなと靴が違くて。あ、え、そうですか。え、本当だ。なんで？わかんないんです。昨日リハーサルで、なんか踊れるか履いてみてって言われて、で、行けますって言ったらなんか、でもみんなだと思ってたんですよ。いや、違う、いつもと一緒。いつもと違うと思って。私がずっとズボン履きたいですってしのぶさんに言ってて、でもやっぱ一番最初の衣装はみんなの揃えたスカートで、ね、ダンスもわかる、揃って見えるように。そうそう、だから今回は私のわがままを聞いてもらって、ね、みんなそれぞれ個性が出てて優しいです。めっちゃ似合ってる。最近喋るようになったね、結構。本当に最近、なんか何でもそうだよねって言ってくれるんですね。そう、でも本当に共感できる、共感できるくれるから、良き相談相手。あら、嬉しい。仲良くなりたい。仲良くなりましょう。なあちゃんでーす。ゆいはんでーす。どうもー、二度目ましてね。そうなんですよ、ありがとうございます。ゆいちゃん卒業しちゃうから。そう、卒業するんです。今日も隣の席なのに。そうですよ、大丈夫ですか。大丈夫だよ今年の12月9日でもう卒業なので、もうだからあと何回この曲をみんなとできるかなっていう時期に差し掛かってきました。あ、ま、今までの卒業メンバーで一番実感ないかも。みんなさ、卒業前ってやっぱちょっとピリッとするじゃん。確かにそれが全くないから。ないかも、ね。でもまあキリンとはこう、仲いいから、ご飯行ったりとか、遊んだりとかすると卒業しても仲良くしてください。お願いします。お願いします。卒業メモリアルブックを発売するので、よかったら。それなんかメンバーとかからのコメントもらったりとか、で、秋橋先生と対談したり、総監督のみおと対談したりとか、いろいろしたので、すごい、見てください。ぜひぜひお願いします。お願いします。卒業前も卒業後もよろしく。よろしく。あ、そうだ、コラボしてください。あ、しようよ。ずっと言ってたよね、私ね。そう、でもゆいちゃん忙しいかなと思って。いつでもやりましょう。スケジュール合わせたの、じゃあ皆さん楽しみにしててください。ゆきりんワールド全然違う。さあ、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ネモハムルーマン選抜メンバー18人、万年卒業したメンバー見たりとか、一回り私の年齢が違うメンバーがいたりとか、本当に今の AKB ネモハムルーマンを通して団結してる感じがするので、皆さんにもぜひ AKB48 としても一人一人のメンバーのこともぜひ皆さんに知っていただいて、もっともっと応援したくなるグループにしたいなと思います。この子が気になっただとか質問だとか書いてみてください。ということで以上、ゆきりんこと、あ、なんかゆきりんことっぽい、ちょっと柏木ゆきりんでした。またねー。いきまーす。手術から手術の手術の手術の手術やばい、はい、チーズ。いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。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 はい、じゃあいつでも。お願いします。はい、ボタンを同じくちょっと何か音出します。はい。